これが何かな。はい、今回見せていただいてますピアノが、US9X というね、可愛いの高級機種ですけども、このピアノを、今回、現地クリニックということでさせていただくことになりました。今鍵盤の方をね外しておりますけども、まずこういうふうにねホコリがたくさん入っておりますので、分解掃除の方から入っていくということで、ちょっと掃除の方をねしようかなと思っております。また外装つけてから改めてね取らせていただこうかと思いますが、傷とかもありますのでね、きっちり直していきたいなと思いますね。ではまあ鍵盤外したついでというかなので、掃除だけして、外装の方も取り付けて外装の様子の方も、見ていただこうかなと思っております。はい、アクションの方を取り付けました。ハンマーのねファイリングをして成形ですね、形も整えてきっちりした卵型にすれば音は良くなると思いますね。あと調整の方がやっぱり狂ってきてますのでね、まっすぐ弦に当たってなかったりとか、ロスとかですね、その辺もきっちり調整はしていかないといけないかなと思いますね。鍵盤のブッシングクロスもねちょっとカタカタ言ってますのでね、交換していきたいと思いますね。はい、ではさらに組み立ての方をしていきたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。やっぱりね譜面台の方は、細かい傷がねたくさんありまして、ちょっと艶消しみたいになっておりますのでね、この辺は綺麗に、磨きかけていきたいと思いますね。まあところどころねちょっとした傷はやっぱりありますね。はい、河合の文字の方もサビがありますので直していきたいと思います。あと鍵盤の掛けですね、この辺も張り替えていきたいと思っておりますね。外装の方やっぱりさすがにね細かい傷はところどころありますので、きっちり直していきたいと思っております。あと鍵盤の方もね、サビが出ておりますのでね磨きたいと思いますね。ペダル、はい、あペダルかペダルの方もねしっかり磨いていきたいと思いますね。鍵盤って言っちゃいましたね。はい、音の方もねファイリングして静音すればもっと綺麗な音になると思いますので、頑張っていきたいと思います。